そのロシアの負けはもうほぼほぼ確定していてで負けた後に経済制裁っていうのは、まあ、要はロシア人を絶命させるわけにいかないので経済制裁はと続くんですけどでその間の,そのロシアが困った分っていうのの利益は全部中国が吸い取ることになるんですよ。 そのあの今あの原油価格っっててめちゃくちゃゃく上がってるんですよ今,その今回そのロシアのガスがなくなるっていうのでじゃあそのアメリカのシェールガスの価格だったりとか中東が売り石油の価格ってめちゃめちゃ上がってるんでなのでそのイタリアとかその日本とかっていうのも多分電気代がめっちゃ上がりますよっていう状態になってるんですけどでそこで高くなった分の利益っていうのを中国が安く買ったガスで その利幅が出るじゃないですかで多分下手したら中国あのどっかにガス輸出する気がするんですよね。いやその安くロシアから買ったものをなんかインドネシアさん買いませんうちのガスみたいな感じであのそれなりの値段で売るみたいな。っていうので多分その東西冷戦っていう形でそのロシアとあの西側のヨーロッパが戦うっていうのがついてたんですけどで今回ロシアがやりすぎてしまったのでなのでそうすると経済制裁が進んでロシアがその負けを認めずに撤退した場合には経済制裁が進んで,で中国がめちゃめちゃ儲かりますっていうのが現段階の予想。